ドントフォーゲットトゥ o s u b s c ホームランハイプ大谷翔平の衝撃弾に10秒も沈黙実況席も酔いしれる放物線火をつけた大谷翔平の衝撃弾に酔いしれた実況ドジャース大谷翔平投手は17日日本時間18日敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番指名打者で先発出場 日本選手初となるプレイオフでの先頭打者団を放った。2000連発となる豪快な一発はポストシーズン3本目で、短期決戦での複数本塁打は10本の松井秀喜に次ぐ日本選手2位に。走者なしの場面では26打席目でプレイオフ初安打となった。試合を放送していた米放送局、FOX スポーツの実況を務めるジョー・デイビス氏は、打った、宇宙間へ。 そして大谷が火をつけたと声を張った。その後は大谷がダイヤモンドを回る間、10秒以上も沈黙して、酔いしれていた。解説を務めていたジョン・スモルツ氏は、残念ながら彼、金棚はボールをグラウンドに残すことはできませんでした。彼は最近の8どの、先発では本塁打を許していませんでした。そしてカーブではなく速球、実際にはシンカーを選びました。 大谷は準備ができていましたと興奮気味に話した。実況のデイビス氏は、金棚が本塁打を許したのは8月20日以来ですと説明。およそ2ヶ月ぶりの被弾に、誰もが驚きを隠せない様子だった。